デラ・クレプキナは旧ソビエト連邦の女子陸上競技選手。1950年代から1960年代初頭にかけて活躍した女子短距離、総幅跳び選手。1960年ローマオリンピックの金メダリストである。ロシア共和国キールフ州、コテリニチ出身。クレプキナは19歳だった1952年に初めてオリンピック出場を果たす。 この1952年ヘルシンキオリンピックでは100メートルと400メートルリレーに出場。100メートルは準決勝5位で敗退。400メートルリレーでは3位のイギリスに10分の1秒及ばず4位と惜しくもメダルを逃がす。1954年スイスのベルンで開催されたヨーロッパ選手権では400メートルリレーに出場し45秒8で2位の 西ドイツに10分の5秒差をつけ、金メダルを獲得した。2度目のオリンピックとなる、1956年メルボルンオリンピックでも、前回と同じく100メートルと400メートルリレーに出場。結果は前回と全く同じで、100メートルは準決勝で5位止まり、400メートルリレーは決勝で4位と惜しくもメダルに手が届かなかった。 1958年、ストックホルムで開催されたヨーロッパ選手権でも100メートルと400メートルリレーに出場。100メートルは11秒7で、イギリスのヘザー・アーミテージと同タイムながら喫茶があり2位となったものの、個人種目で初めてのメダルを獲得。さらに400メートルリレーでは、前回に引き続き2連覇を達成した。クレプギナは、1960年、 三回目のオリンピックとなるローマオリンピックに出場。100メートルは前回と同じく準決勝で敗退。しかし、クレプキナは100メートルの後、三回目のオリンピックで初めて総幅飛びに出場した。総幅飛びは、オリンピックの直前に二度の世界新記録を受立している東ドイツのヒルドルン・クラウスやメルボルンの金メダリストのポーランドのエルジュビエタクシェシンスからの前。 評判が高い種目であった。ところが、クラウスは、1回目の6メートル21を飛びトップに立ったが、この後記録が伸びず、クレプキナは3回目に6メートル22を飛び逆転すると、4回目には、世界記録に迫る6立方メートル7のオリンピック新記録を出しさらに、リードを広げた。クシェシンスカが6回目に6平方メートル7を飛び差を詰められたものの、 そのまま逃げ切り、周囲も驚く金メダルを獲得した。また、400メートルリレーは、全2大会と同じくまたしても4位となり、メダルを逃がしている。ありがとうございます。